はい、皆さんこんにちは。 SGP フォレスター TV です。さあ、今回はですね、私のフォレスター STI スポーツ納車されて早くも半年が経ちましたので、その半年レビューをお届けしていきたいと思います。早いですね。半年なんてあっという間っていう感じですけれども、このね、STI スポーツ納車されて、良い点、気になった点、このオプション良かったよっていうものをね、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひですね、ご覧いただければなと思います。まずですね、エクステリアですけれども、このフォレスター STI スポーツ、後期型になるので、フロントフェイスがですね、前期型とは異なっていますね。後期型はね、シャープな印象を与えているなっていう感じもあるんですけれども、前期型からずっと見てきた方々にとってみると、後期型の顔はですね、正直かっこ悪いっていう声が非常に多かったです。私もね、初めて見た時、いやこれはちょっとないよねって思った、部分があるんですが、実際にね、所有してみるとですね、まあこの顔には慣れました。はい、慣れましたよ。まあこれは好みですよね。正直好みではありますけれども、まあ私はそうね、前期型の方がちょっとやっぱりまとまっている感じはあるので、個人的にはね、やっぱ前期型の方が好きだなっていうところはあります。やっぱりね、前期型のフォレスターとすれ違うと、やっぱりね、フロント周りうまくまとまっているなっていう感じはどうしてもしますからね。はい、っていうところで、まあこれは好みの問題ですね。で、以前からお伝えはしておりますけれども、まあこのフォレスター STI スポーツはですね、残念ながらルーフレールが選択できない仕様になっております。私はですね、この車にルーフボックスなんかを乗せたいタイプなので、個人的にはね、やっぱりね、ルーフレールが欲しかったんですよ。たとえフォレスター STI スポーツと言ってもね、ルーフレールぐらい選ばせて欲しかったなっていうところはあるので、ここはね、やっぱり引き続き、残念なポイントだなっていう、そんな印象はあります。そう、ただ、まあ、車として、全体的にエクステリアを見た印象としては、やっぱりね、質感高いなっていう感じはしますね。うん、車の上質さっていうところをね、しっかり感じられるし、なかなかね、所有満足度としては高いものがあるなと思います。で、先ほどね、あのルーフレールなくて残念だとお伝えはしましたけれども、まあそれを補ってくれるのが、スーリーっていうね、メーカーさんですよね。私はね、スーリーの、ウィングバーエッジつけております。さらにスーリーのルーフボックスモーション XTL を、乗せておりますので、まあ、STI スポーツだけれども、アウトドアテイストをね、しっかり出せてるかなっていう感じで、私個人的にはこのスタイルはですね、非常に気に入っているなというところですね。やっぱりルーフボックスでいろいろ私も乗せてきましたけれども、スーリーのルーフボックスはね、まあ、ぶっちゃけ高いけれども、まあ、高いなりにね、質感高いし、そう、乗せた時の、所有満足度というか、あ、やっぱいいものを使ってるなっていう感じはあるので、そう、思い切ってね、スーリー乗せるっていうのはね、一つ、満足感ね、高めることができますから、私個人的にはね、おすすめできます。そして内装ですけれども、内装に関してはですね、まあ、フォレスター STI スポーツ専用の内装色ですね、ボルドー&ブラックの内装色になっていて、やはりですね、この乗り込んだ時の、上質感っていうものはですね、まあ、他のフォレスターでは感じられないものを感じられるっていう、そんな印象があります。やっぱりいい車に乗っているなっていう、そんな感じはしますよね。まあ、STI スポーツっていうと、まあ、ボルドーブラックのね、内装色が、まあ、定番になっちゃってるので、ちょっとね、ちょっと面白みに欠けてるなっていう部分はあるんですけれども、まあ、なかなか良いぞという、そんな印象です。ただし、パネルのね、デザインであったり、
まあ、基本的なところは、発売されたままですよね。あれから発売されて4年ぐらい経ってんのかな。そう、4年ぐらい経っているので、どうしても新しさは感じない、うん、どうしてもね、古さを感じてしまうっていう、そんなデザインになっております。まあこれはしょうがないですね。まあ、このあたりは時期型になるとガラッと大きく変わると思うので、まあ、そこに期待したいなと思いますけれども、まあそんなね、デザインではありますが、まあ非常にね、使いやすいですよね。やっぱドライバーのことを考えて、ボタン配置がなされているなっていう、そんな印象もあったりですね。うん。なかなか使いやすいっていうところはあるので、使いやすさで言うとね、全然不満ないですけれども、まあ、最近のね、新しい車に乗っちゃうとどうしても古さを感じてしまうかなっていう、そんな感じはしております。うん。で、このフォレスター STI スポーツで、まあ、半年乗って一冬越したわけですけれども、私はね、まあ、スキーやるんですよ。スキーやって実家なんかに帰ると、まあ、ゲレンデが近いのでウェアのまま出発してウェアのまま帰ってくるっていうね、ことをやります。着替えたりしないんですけど、そうするとですね、やっぱこのね、シートね、このナッパレザーのシートにどうしてもね、お尻の形がついちゃうなって思いました。うん。やっぱり濡れたままね、座っちゃうと、ナッパレザーのシートにね、そう、染みちゃうっていう感じがあるので、まあ、このあたりは、ウィンタースポーツやる人間からするとですね、やっぱちょっとナッパレザーシートは使い勝手悪いなっていう、そんな印象。まあ、座り心地はめちゃくちゃいいです。これまで私はね、X ブレイクの撥水シート、そして、スポーツのウルトラスウェードシート、そして、このナッパレザーシートに座ってきているんですけれども、これがやっぱり座り心地は一番いいです。上質感あるし満足感高いというところですけれども、ウィンタースポーツをやる人間からするとちょっとこれは使いづらいぞという感じなので、やっぱりなんか一枚こう、撥水シートですよね、ペラペラのやつ、撥水シートなんかを一枚挟みたくなっちゃうっていう、そんなね、シートになっているかなと思います。で、さらに内装で良かった点はですね、ルーフがブラックになっていることですね。これはね、やっぱいいですね。ルーフがブラックになっているのはいいです。で、はじめルーフがブラックになったことによってちょっと圧迫感出るのかなってね、心配していたんですけれども、フォレスター室内空間が広い車なので、その圧迫感っていうのは全く感じないです。そう、やっぱね、ルーフはブラックの方がいいと思います。前者やっぱりこれの方がいいんじゃないかなって思うんですけれども、まあこれまでね、スバルずっと見てきているとですね、だいたいパターンが分かりますよね。特別車両にはルーフはブラックっていう感じなので、このフォレスター STI スポーツであったり、あとは、レヴォーグの限定車ですよね、限定車もルーフブラックだったので、まあスバルとしては、限定車であったり、あとは特別使用車にこのようなブラックルーフをね、採用するのかなっていうところでございます。で、このルーフがブラックになったことによって何が良いかっていうと、我が家の場合ですけれども、子供がですね、なぜか時々ですね、無意味にルーフを触るわけですよね。こうやってルーフ触るんですよ。で、そこがですね、時々汚れるんですよ。ルーフがブラックだとその汚れが気にならないっていうところがあります。あれがね、アイボリーのルーフだとですね、なんかね、なんだこの汚れっていうのがあったんですけれども、そういったことがないので、このあたりはですね、一つ大きなメリットになってるかなと思いました。ルーフがブラックになったことによって、この室内の雰囲気もガラッと変わるし、あとは汚れも目立たないっていうね、メリットしかないなという、そんな印象でございます。そしてこのね、メーターですよね、STI と刻まれたこのメーター見るたびにですね、テンション上がります。やっぱかっこいい。うん、かっこいいよ、これは本当に。そう、アナログメーターではありますけれども、かっこいいなって本当に思う。で、個人的にやっぱりなんかデジタルよりアナログが好きかなっていうところもありですね。そう、このね、メーターはいいなっていう、そんな印象でございます。で、次は、取り付けて良かったオプション関係お伝えしていきたいと思います。まずはですね、この
フロントドアですね。運転席、助手席側のカーテシーランプと交換するウェルカムライトですね。純正品のウェルカムライトを私オプションとして取り付けましたけれども、これはね、非常に良いです。夜間ドアを開けるとね、フォレスターっていうロゴが浮かび上がるんですけれども、いや、見るたびにですね、あ、これかっこいいなって思えるという商品になってます。ただし純正品なので正直高い。23,000-24,000円する、ウェルカムライトなので、まあ、ちょっと高いですけれども、うん、これは私個人的に一押しできるオプションですね。そして、二つ目はですね、後席用ステップガードになります。これはね、C 型の、フォレスターでもつけていましたけれども、例えばルーフキャリアなんかに、アクセスすることがある方はですね、やっぱりあの後席用ステップガードをつけておくと足元がですね、ほんと安定するんですよ。あの後席用ステップガードがある、ないで足元の不安定さっていうのが全然違うので、私個人的にはですね、例えばルーフボックスをつけている方、スキーキャリアをつけている方、ルーフバスケットを乗せている方はですね、あの後席用ステップガードは本当おすすめできるので、ぜひぜひ取り付けていただきたいなと思います。お値段的にはですね、9000円前後っていうところでそんなに高いもんじゃないので、あれはおすすめです。本当に。あれは本当いいと思います。三つ目はですね、ラゲッジに敷いてあります、ウェザーテックの、ラゲッジマットになります。これはね、C 型のスポーツの時から、ラゲッジマットはちょっと敷きたい敷きたいって思っていて、結局敷かずに終わり、フォレスター STI スポーツに乗り換えても、やっぱり、X ブレークの撥水ボードではないので、やっぱりゴミが、絡んじゃうんですよね。どうしてもゴミが絡んじゃうと。いうところで、やっぱりラゲッジマットを敷きたいなと思っていて出会ったのがウェザーテックのラゲッジマットです。見た目の質感いいし、防水性もバッチし、問題ないので、アウトドアやられる方はですね、個人的におすすめできるラゲッジマットになってます。ただし、マットのね、こう癖がなかなかね、取れないっていうデメリットがあるんですけれども、私のラゲッジマットはようやくまっすぐになったので、そう、敷いてれば、そのうちまっすぐになります。はい。なので、そのあたり問題ないかなと思いますので、ぜひで気になる方はですね、ウェザーテックのラケチマット、ご検討いただければなと思います。そして、取り付けて良かったオプション、四つ目ですけれども、四つ目はですね、やっぱり、STI パフォーマンスマフラーになります。こちらのね、STI パフォーマンスマフラーは、C 型からの引き継ぎになっているのでね、新たに購入したものではありませんけれども、このマフラーはですね、不等調サウンドを程よく感じられ、非常にジェントルな仕上がりになっております。なのでね、嫌味がないですね、うるさすぎないし、非常にですね、ジェントルな不等調サウンドになっているので、このマフラーに関して言うと、本当にね、どなたにでもおすすめできるマフラーになっております。ただしね、ちょっと高いっていうのがありますね。高いんですけれども、取り付けた時の、満足感は、半端ないです。まずね、見た目がね、変わるので、そのね、見た目だけでも、購入するっていうのもね、ありだと思います。それぐらいね、本当リアビューがかっこよくなりますから、私個人的にはですね、この STI パフォーマンスマフラーはおすすめします。迷っているならば、つけちゃった方がいいと思います、これは。うん。ほんとね、迷っているならば、つけてしまった方が幸せになれると思いますので、ぜひご検討いただければなと思います。そして後席にはですね、純正のシートカバーをかけております。純正のシートカバー、カタログにはですね、本革シートには使用しないでくださいっていう記載がありまして、まあこのあたりは自己責任での使用になるんですけれども、なぜこれをかけているかというと、やはり、後席にね、子供が乗って食べこぼし、伸びこぼしなんかをね、やるんですよ。まあこれはどうしようもない。これも仕方がないことなんですけれども、まあそうなった時にシートへの、まあシミがね、つくのがちょっと嫌だなと思ってまして、今回このシートカバーをかけました。
で、半年、このシートカバーをかけた印象としてはですね、やっぱりね、子育て世代の方には、シートカバーはね、かけておいた方が、良いかなとは思いました。うん、どうしても、食べこぼし、飲みこぼしをした後の掃除のしやすさなんかを考えると、1枚シートカバーかけておくだけでも、全然違います。シートカバーの下は、かなり綺麗なので、うん。このあたりはですね、シートカバーかけておいて良かったなと思いました。で、さらに、カビ関係は大丈夫です。全然問題なく、使っております。シートカバーかけて通気性がね、悪くなってカビとかどうなのかなと思っていたんですけれども、まあ、このあたりも、うん、問題ないっていうところで、引き続き、このね、シートカバー。私の場合はね、純正のシートカバーですけれども、こちらをね、使っていこうかなと思います。そして最後に、納車されて半年、気になることをお伝えしていきたいと思います。まず、一つ目ですけれども、一つ目はですね、このエアコンのモーションコントロールありますよね。グーにすると温度が2度下がる。そして、パーにすると温度が2度上がるっていうね、モーションコントロールが、後期モデルからね、備わっておりますけれども、このモーションコントロールがですね、西日が強い時、特に、リアから西日ががっつり入った時にですね、ちょっと誤作動を起こすんですよ。ここがね、なんだって思ってしまった、部分ですね。まあ、使わなければ、このモーションコントロール切ってしまえば全然問題ないんですけれども、まあ個人的には、使えるものは使いたいっていう、そういうタイプなので、そう、使っているんですよ。で、この間あった現象としては、リアの方からですね、西日ががっつり当たって、こう手をグーパーしていないのに、どんどん温度が下がっていってしまうっていう感じ。真冬なのに、どんどん温度が下がっていって、ああ、寒いっていうね、そういう、現象が起きてしまったので、このあたりはちょっとね、微妙だなっていう感じがしました。これね、パーにすると2度上がる、そしてグーにすると2度下がるっていうね、そういうコントロールになりますけれども、まあこのね、エアコンのジェスチャーコントロールに関してはまだまだな部分があるのかなっていう、そんな印象でございます。そして気になる部分2つ目ですけれども、2つ目は何かというと、ダイヤトーンのルート案内です。以前 A 型の時私ダイヤトーン使っていて、まあダイヤトーンのルート案内の精度の悪さっていうのは、まあ知っていてまたダイヤトーン入れました。なんでパナソニックからダイヤトーンに戻したかっていうと、パナソニックの、コネクティッドが非常に使いづらくて、あれが結構ストレスだったんですよ。そう、ストレスだったので今回ダイヤトーン、もうシンプルなダイヤトーンに戻したんですよ。まあ戻したのはいいんですけれども、やっぱりね、ルート案内使っていると、本当に、いや、正直、これでいいのって思っちゃうぐらい、いや、正直ね、これはね、微妙ですよ。本当に。このナビがあるんだったら、私はナビを使いたいんですよね。ナビがあるのに、スマホのアプリの方が、最短ルートを通してくれるっていう、そんな感じなんですよね。ここに関しては、ちょっとダイヤトーンのルート案内は、なんでこういうルート案内をするの？なんでこう遠回りをさせるの？っていう感じで、これはね、ちょっとね、ほんとどうにかしてほしいって思ってます。まあ、このフォレスターが磁気型になると、おそらくナビガラッと変わりますよね。11.6 インチの大型モニターが入ってくると思うので、まあ多分ダイヤトーンを使うことはなくなるとは思うんですけれども、まあそれにしてもね、ダイヤトーンのルート案内に関しては、ちょっとびっくりするぐらいダメダメな部分があるので、ちょっとこの辺はですね、ご購入される方は気をつけた方が良いかなと思います。まあ音質に関して言うと、ダイヤトーンの方が良いので、音楽メインで聞く方はダイヤトーンをおすすめしますけれども、このナビゲーションに、ルート案内の精度
最短ルートを求める方に関してはダイヤトーンじゃなくてパナソニックの方が良いと思いますので、このあたりですね、購入する際、参考にしていただければなと思います。やっぱね、ダイヤトーンのルート案内はちょっとね、ハテナマークがいっぱいついちゃうんだよなっていうところですね。私はですね、フォレスターを A 型 X ブレイク、C 型スポーツ、そして E 型の STI スポーツと、乗り換えてきていて、まあこれまでの歴代 SK フォレスターは撮影等を含め、全部見てきてます。で、そう見てきた中でこのフォレスター STI スポーツってどうなのかっていうと、やっぱり、歴代 SK フォレスターの中ではやっぱり一番上質感あるし走りは良いっていうところはあるので、本当に SK フォレスターの集大成だなと思ってます。まあ使っていて、ここ気になるっていうのはどうしてもありますけれども、 SK フォレスターとして見るとですね、やっぱりこのフォレスター STI スポーツはですね、まあうまくまとまっているなっていう感じはあるので、個人的にですね、やっぱり非常におすすめできる車になってますね。使い勝手いいし、走って楽しいし、本当にね、熟成された、SK フォレスターだなっていう、そんな印象があるので、まあ、時期型の発売、おそらく、まあ、2年後ぐらいになるのかなっていうところはあるので、そう、SK 型の、まあ、集大成としてこのフォレスター STI スポーツを、購入されるっていうのは、まあ、一つ、良いのかなとは私は思います。おそらく磁気型のフォレスター、ハイブリッド、搭載されたら、500万に乗ってくるっていうのは、これはね、私の予想間違いないと思うので、400万円半ばぐらいで乗り出せて、さらに、CB18 ターボエンジンが乗ってるフォレスター STI スポーツというところで考えると、なかなか、良いものだと思いますから、ぜひぜひですね、迷っている方は一度試乗して、さらにご契約していただくと新たなカーライフが待っていると思いますので、ぜひ、ご検討いただければなと思います。はい、ということで今回は私のフォレスター STI スポーツ納車半年レビューをお届けいたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。